赤ちゃんのまま言ってやるぜ、イエー。ということで、一旦子供かとはおさらばいたします。許せねえよな。いい子ちゃんね、これのね、世界選手権っていうね、難しそうな名前のやつ出てた。いい子ちゃんね、ここの美顔ローラーね、ゆり子ちゃんが持ってるんだよ。私もね、もらった。中学生にもなったら、女の子としてのたしなみってやつをやっていかなきゃいけないんだって。痛い。でもこういうのも、なんて言ったっけな、ダイエットにいいってゆりこちゃん言ってた。でもやっぱ一番いいのはここの美顔ローラーなんだって。やめてよサトシくん、なんていつも私にちょっかい出してくるの。サトコどんどん年取っちゃうよ。今日から高校生、違った、高校生の気持ちでいた。今日で高校生卒業なんだ。本当にあっという間な3年間だったな。青春があっという間に過ぎてきたって感じ。さとこの好きな食べ物はアポロチョコ。ゆりこちゃんからもらった美顔ローラーは今でも大切にしてる。あー難しいよ。大学生活を経て就活の真っ最中です。あ、違った、なんか浪人してる感じになっちゃった。なんか最近やっぱ視線を感じるんだよね。なんかこう後ろから急に掴まれたりとかさ。もうそれって視線だけじゃないんだけど。サトシくん、さ、サトシくんはそんなことしないよ。する子じゃないよ。分かってる、私が一番。あ、これ嫌い。これ嫌いなのよね。サトコはやればできる子。あー私の年齢。サトコやっぱり昔から気負いするとダメなんだよね。暗記集中、新鮮な卵ほどそれに勝るものってないじゃない。ちょ、やめて。それうちのうちで取った卵なんだから。うちで育てる卵よ。いい加減にしなさい、あなたたち。痛い。あーちょっと無理か。よいしょ、いける。さとこ結婚しました。ありがとう。結婚したわよ。そりゃなんだかんだあってさ、さとしくんと結婚したんだよね。うん、美顔ローラーね、うちにあるのと同じ。何回落とされてもハンマーで行こうとするその気概。さとこ嫌いじゃないわよ。うん、開かないじゃないの。はい、早く立って。もう年取ると足腰がすごくて。掴むのやめなさい。年は取りたくないわね。あいてち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 。あー、これやばいかもしれない。あ、そんなことなかった。あなたたちよく言うでしょ、電車でも席を譲ってあげる、押してもらえるの助け合いよ。あんたたちはまだ若いんだから、オス側になりなさいな。マジか。あなたたちいい子たちばっかりね。痛いわ。無茶なショートカットはしない。これが鉄則よ。あそこで止めてる子たち厄介ね。あーちょっと危ない。あ、ちょっと危ない。あ、大丈夫よ大丈夫よ。一個一個ね、一個一個やっていけばね、大丈夫だからね。あバカ言うんじゃないよ。死ぬわけないだろ。この私がまだまだ若いもんには負けないよ。元気なばあさんでいさせておくれ。ナイナイス。このぶつかってくる若い子たちは何なんだい。なかなか難しいわね。よいしょ、年寄りにはきつい坂よこれ。いかんよいしょ、はい、ナイス。ババアをもう少しいたわんな。何するんだい。私が育てたペンギンだよ。
いるね。あー、サトシさんはね、私を置いてもう行っちまったよ。あいつは早かった。あんたたちいい子ばっかりだね。おばあちゃんがお小遣いあげようか。これ言ったかな。おばあちゃん、あんたたちがいい子だからね、お小遣いあげようか。あら、やだ、なんか飛んできたよ、恐ろしい。でもあんたたち頑張ってるからね。これ話したかな。お小遣いあげようかね。あら、やだ。この、フォール、なんだって汚い病原菌みたいなのが来たら困るね。あ、負けちまった。くそ、もみくちゃだね。変わらずもみくちゃだね。よいしょ。あれ、なんだか意識が、はあ、今までありがとうね、みんな。楽しい人生だったよ。私が200歳のさとこよ。なんか普通に過ごしてたら年取ってるのかと思ったら、だん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 羽が生えてきちゃって、そしたら気づいたらこんなちっちゃくなっちゃって、そしたら気づいたらこんな感じで飛べるようになったんだ。近頃の200歳はだいたいいつもこんな感じだよ。だいたいみんな羽が生えて、だいたいみんな飛べるようになるんだから。新しいコント、新しい羽買い替えようかしら。自由に飛び回れないだなんて、そんなの200歳とは言えないものね。ほら、フルーツの王様たちが